仕事や家事、子育てなど。現代の女性は毎日忙しい。そのためスキンケアがおろそかになり、またストレスによる肌荒れに悩んでいませんか？スキンケアや化粧品を変えても肌荒れがなかなか良くならない。そんな時はまず食事から見直してみませんか？今回は食べ物と肌の深い関係、さらに美肌効果が期待できる食べ物などをご紹介します。肌トラブルに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。食べ物が肌にもたらす影響とは、肌は内臓の鏡と言われますが、この言葉の通り肌と内臓は密接な関係にあります。バランスの悪い食生活により内臓の調子が悪くなると、肌が荒れたり張りがなくなったりと、皮膚に悪い影響が出てきます。つまり肌の不調は体の内部からのサインとも言えます。バランスのいい食事によって内臓機能を整えることは美肌を手に入れるための基本。高い化粧品や優秀なスキンケアを使っても体内環境が良くなければいい効果が得られないことも。肌にとって重要なのはスキンケアと考えがちですが、食事や生活習慣も大切で、毎日の食事を意識することが美肌にはとても大切なのです。総合的に美肌にいい食べ物、具体的にどんな食べ物が肌にいいのでしょうか？いきなり全ての食事を見直すのは大変という方のために、いつもの食事にまずプラスしてほしい食べ物をご紹介します。肌荒れに悩んでいる方に積極的に取り入れてほしいのが発酵食品です。発酵食品といえばヨーグルトや納豆、チーズ、味噌など身近なものが多いのですぐ手に入りますね。発酵食品には酵素が含みまれ、腸内の消化活動を促進する働きがあると言われています。宿便も排出しやすくなるので肌荒れの大敵である便秘解消も期待できます。さらに多くの発酵食品には乳酸菌が含まれており、腸内環境を整えてくれます。腸内環境が良くなれば摂取した栄養の吸収が良くなり、美肌作りのための土台、つまり腸の機能を整えられます。肌にいいものをただやみくもに食べるのではなく、腸内環境をしっかり整えて栄養素の吸収率を高めることが美肌への近道となります。肌の悩み別、美肌作りに効果的な食べ物。肌荒れと一言で言っても肌に関する悩みは様々。そこで肌悩み別におすすめの食べ物をご紹介します。1. ニキビ。ニキビに悩まれている方はビタミン B2、B6 を含む食材を積極的に摂りましょう。ビタミン B2 はニキビの原因となる皮脂の分泌をコントロールする働きがあります。そのためビタミン B2 が不足すると皮脂の分泌量が増えてニキビができやすくなるのです。ビタミン B2 は卵や牛乳、納豆、レバー、アーモンドなどの食材に多く含まれています。ビタミン B6 はタンパク質の代謝をサポートし、皮膚や粘膜を作る働きがあります。ビタミン B6 が不足すると肌のターンオーバーが乱れ、古い角質が蓄積してしまうことでニキビの原因となってしまうのです。ビタミン B6 はカツオやマグロ、鮭などの魚類やバナナ、鶏胸肉などに含まれています。ビタミン B2、B6 は水溶性ビタミンなので煮汁ごと利用したり、焼きいたり炒めたりといった調理法がおすすめです。いずれも体に蓄積されにくいため毎日の食事で補給しましょう。 2. シミ、そばかす。シミやそばかすでお悩みならビタミン C やビタミン E が含まれている食材がおすすめ。美容に欠かせないというイメージ通り、
ビタミン C にはメラニン色素の生成を抑えたり、コラーゲンの生成を促す働きがあります。ビタミン C は柑橘類やイチゴ、ピーマンやブロッコリーなどに多く含まれています。ただし、水に溶ける水溶性ビタミンであり、熱にも弱いため、できれば生で摂取しましょう。ビタミン E には老化を防ぐ抗酸化作用や血液の流れを活発にする働きなどがあります。ビタミン E はアーモンド、ピーナッツといったナッツ類やかぼちゃやアボカド、うなぎ、植物油などに豊富に含まれています。ビタミン E は脂溶性ビタミンで、油との相性が良く、油で炒めたり揚げたりすることで吸収率が上がります。またビタミン C やビタミン A と一緒に摂取することで抗酸化力が高まるので、食事の組み合わせも工夫してみましょう。 3. シワ・たるみ。シワやたるみにお悩みなら、ビタミン C やタンパク質を含む食材の摂取がおすすめです。タンパク質は人間の体を作る重要な栄養素で、美肌を維持するためにも欠かせないものです。タンパク質が不足すると、コラーゲンも減少してしまい、肌の張りやつや弾力がなくなってしまいます。またタンパク質不足は新陳代謝の低下や肌の老化にもつながります。タンパク質は肉類や魚介類、牛乳、乳製品、大豆製品、卵などに含まれています。これらを普段の食事として摂取するのはもちろん、間食として牛乳やヨーグルトなどを取り入れるといいでしょう。 4. 乾燥肌。乾燥肌の方はビタミン A やカルシウムが含まれる食材がおすすめです。ビタミン A には皮膚、粘膜を正常に保つ働きのほか、抗酸化作用もあります。含まれている食材はほうれん草や人参などの黄緑色野菜、レバー、うなぎ、卵、チーズ、バターなど、黄緑色野菜は植物油を使って調理すると吸収率が良くなり、栄養を無駄なく取れます。カルシウムというと骨や歯のイメージが強いですが、実は肌にも必要な栄養素、新陳代謝の促進やバリア機能を強化する働きがあるので、乾燥肌、敏感肌の方におすすめ。カルシウムは桜エビやシラスなどの小魚、海藻、牛乳、チーズ、大豆および大豆製品などに多く含まれています。カルシウムは年齢とともに不足しがちなので、しっかり摂取しましょう。美肌作りの妨げとなる食べ物とその理由、肌に良い食べ物はありますが、美肌作りのために控えたい食べ物もあります。その理由も含めて説明します。 1. 脂肪分が多い食べ物。脂肪分が多い食べ物とは、ファストフードや揚げ物、インスタント食品、スナック菓子などです。脂肪分を多く摂取しすぎると肌は酸化し老化が進むと言われ、食べ過ぎには注意が必要です。 2. 甘いお菓子やスイーツ。ケーキなどのスイーツやお菓子、ジュースは砂糖をたくさん使用しているので糖化の原因になります。糖化とは体内のタンパク質と糖質が結びつき、老化物質を生成することで肌に悪影響を与えてしまいます。疲れた時など時々食べる程度なら OK ですが、摂りすぎには注意を。おやつをナッツ類に変えるのもおすすめです。 3. 体を冷やす飲み物や食べ物。冷たい飲み物や食べ物が過ぎると体が冷えて血行が悪くなります。血行が悪くなると老廃物を排出しにくくなったり、くすみの原因にもなります。
体を冷やしやすい生野菜や冷たい飲み物の摂りすぎは要注意。注意点、美肌作りにいい食べ物、避けたい食べ物を紹介しましたが、大切なのは食事全体のバランス。肌悩みを解決したいからといって特定の食材だけを過剰摂取しては意味がありません。何を食べるということももちろん重要ですが、何でも食べるということが基本です。また栄養素には相性のいい組み合わせや調理法があります。ただ単に食べるだけでなく、そういった点も調べて美肌を目指しましょう。